ディオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、どうもハードドリームです、ルートトゥドリームツアー2022-2023 6カ所目東京ジオ公演終了いたしました。よいしょエクスチェンジたった今終了したとこなんですけど、はい、どうでしたか東京公演。最高です。楽しかった、燃えた燃えた。僕らちょっと東京に弱い部分あったんですけども、まあね、緊張がすごくしちゃってて、やっぱこのディオミュージックエクスチェンジさんがいいからちゃう。間違いない。本当に今まで一番いいライブできたなと思っております。はい、このね、柱のあるライブハウスね、このデュオの。結構 SNS で見とったからね、うん、いつかこれやりたいねなんか言ってたら、もう叶っちゃったんで、また次は、フルキャパで ね、やらせていただきたいなと思います。はい、そして、2022年の思い出をトークテーマということで。やっぱもうあれでしょ、あれしかないね。あれしかないね。全国47都道府県フリーライブですね。うん、5月1日から10月16日まで、5ヶ月半で全国47都道府県フリーライブというのを車1台で大阪からやらせていただきまして、なんとか無事故でね終えれたというのが、印象的ですけども、まあ全国行ったことない土地もありましたし、そうですね、ほんまに人がいない中路上ライブもしたし、なんかこのね、ビラ配りから始まったりとかして、本当この経験を糧に僕ら強くなりましたんで、また引き続きハンドドリップのね、この強くなったハンドドリップのライブと音楽をよろしくお願いいたします。そして、来年1月9日2023年1月9日ツアーファイナルナンバーアッチございます。よいしょ。キャリア最大キャパツアーファイナルです。ツアーファイナルナンバーアッチで、大阪なんですけどナンバーアッチでやらせていただきますんで、ぜひまだチケットありますんで、あなたとお会いできる日を楽しみにしております。以上、ハンドドリップでした。